どうもグリズンです。そしてあ、どうも、青田です。はい、ということで、今回もねピースウォーカーの方をやっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、あれ今日モノマネしないの？そう、それを考えるのを忘れてたっていう今あのもう振った瞬間に思い出した感じ、もしかして。そうですね、そうですね。あ、だからちょっと詰まってたの？そうですね。そうですね。まあじゃあ早速いきましょうか。もう準備は OK ですか？準備は OK です。はい、じゃあね、ミッションの方進めながらちょっと語っていきましょうかね。そうですね。はい、前回どこで終わる、あ、あれか、一発で俺が。そうそうそう。飽きちゃったみたいな。チコはね、一発で。まさか、俺は覚えてたんだよ。あの、チコがどこにいるのかはね。あ、だから、あえてそこは行かなかったんだよね。もう端の方から行こうと思ったら、もう、一発でまっすぐとね、そのチコのいる方に、青空くんが向かってったから。適当にやったら、当たっちゃったみたいな。まあ、今日はね、一応ね、いつも僕収録って夜なんですけどね、まあ、今日は土曜日の昼間からね、はい、やってますね。いい時間ですね。すいません、マイクラをねやってる途中で邪魔をしちゃったよ。いやいやいや、もう暇だからね、マイクラやってるから。え、なんで、何これ、え、こんなとこから始めるの？ちょい、しかも目の前に敵いますよ。やばいでしょこれ。おお、さすが。コーヒー工場に向かうには、コーヒー工場。コーヒー工場。え、それ、え、コーヒー工場。あ、いるよ。え、仲間？あ、あ、なか、あ、そういうことか。よし、眠るでしょ。あ、違う違う。叩いちゃった。フルトン。フルトン回収。あれ、どっち、これ戻るんですか？これ、そうだろうね。ここはね、なんか、先には行けるんだけど、あの他の道で。あ、え、誰が見つかった？俺？いや、大丈夫です。俺が見つかりましたけど、すぐ撃って。あ、オッケーオッケー。これなんかね、あれあったような気がするんだよね。あの設計ですか？なかったかな。なんかやたら言い組んでるんで、ありそうでは。ありそうだよね。ありそうですね。ちょっと探してみようか。あれ、これのぞ、あ、もうのぞけないの？もうその楽しみはね、なくなってしまいました。あれ、これ、うん、あ、壁とか壊せませんでしたっけ？そう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 、だから C4 でね、そこは壊すんだよね。それは多分また、まだなんですか？うん、多分まだだと思う。どっかないかな。ない、うん、なさそうだね、ここは。ないですね。行きましょうか、じゃあ。コンプリン。っていうかさ、今日土曜日じゃん、はい、そっちだとさ、午前中ぐらいにさ、はい、王様のブランチってやってる？10時ぐらいですよね。そうそう、やってますね。あ、そう、それちょっとね見ててさ、はい、それでキャプテンアメリカ、はい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 、やっててさ、今日ですよね公開。あ、今日なんだ。今日ですよ。あれなんかさ、面白そうだなと思って。行きましょう。ん？行きましょう。行きましょう。行きましょう。はい。いや、見に。ああ、行きましょう。一緒に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 行きましょうか、じゃあ。一緒に行きますか。え、何これ。え、こんなことできんだよ。超。まあ、新たな発見だけど、これちょっと目立つぞ、これ。スナイパーいるし、上に。え、なんだろう、今の。スナイパーどこだ？あれ？え、どっから撃ってんの？え、グリさん、キャプテンアメリカ前作も見たんですか？あ、見たよ、もちろん。お、俺も好きだから、アメコミは。じゃあ行く予定はあるんですか？行く予定はね、あ、プッ、え、え、あ、スナイパーか。え、どこにいんの？上にいますよ。あ、上か、こっちか。応援送らんでいい？あ、応援を呼びやがった。どっから来るんだろう。どっから来るんですか？隠れますか？こっちから来てるな。一人来た。あ、本当だ。おわ、いっぱい来て、いっぱい来て。え、嘘。え、あ、他のとこからも来たの？あれ、あ、一人か。ひな、もっと来てもいいと思うんだけど。一人か。これはどこへ行くんだ
これもうちょいこあタンこういうところでスネークインしたら、うん、あそういうことなの、ちょっと待って、あやりましたね、おお、これはいいですね、まあここ登っても何かあるってわけじゃないですけど、ね、あんまり意味はないけど意味はないけどアメリキャプテンアメリカね、あの前回はさ、はい、あの個人的にはちょっとイマイチだったんだよね俺は、おお、うん、はいはいはい、やっぱなんかさ縦だけで戦うってなんか限界があるなと思ってまあそうですよね、ねえ、なんかでも今回はさあの結構格闘シーンが多くて、ほうほうほう、アクションシーンありそうでしたねあれ、そうなんかあの本人もさ主人公の人あの、はい、ゲームの方やっててキャプテンアメリカのなんつうの戦い方とかその決めポーズだったりなんかすごいかっこよくて、あこれだって思ったらしくて本人も、ほうほうほう、でいろいろマーシャルアーツとかなんかいろんな訓練を したみたいよ、あガチで、そうそうそう、それは楽しみですね、うんそう楽しみなんだよ、だってオープニングのあの広告予告あの映画の、はい、でなんだっけ、歴代1位その、何なんですか、あいつがいる、いやこっちじゃないですよね多分、あ違うね、罰になってる、罰になってますね、ヤフーって言ってる、よし、いや見に行きたいけど、見に行きたいね、そんなでもマーベル好きな人なんて学生でいないんですよねそんな、割と、ええいるっしょ、全然いないですよ本当、えおかしいよそれ、お俺が多分今言ってる、うん、まあ今その今まで会ってきた人の中で、うん、マーベル好きっていう人は全然いませんでしたね、ハルクとか知らないっていうし、うえマジか、ハルク結構有名だと思うけどね、じゃあみんなどっちかっていうとあの X メンとかあっちの方なのかな、いやウルヴァリンとかさ、でも見に行こうとは思わないんじゃないですかそこまで、そっか、アイアンマンはさすがに知ってるよ、アイアンマン知ってるって言って知ってるよって言われますけど、うん、映画見に行く気にはならない、俺も初日に行っちゃうからアイアンマンね、うん、アイアンマンね、アイアンマン一番好きなんだよね俺、もうちっちゃい頃からかっこいいですよね、俺も好きですよあれ、うん、もうアニメとかもずっと見てたし、いや本当増やしたいですねマーベルミーを、うん、面白いね、そう面白いね、えいるの、あいたね、これあ大丈夫なんだ、網に当たらないんだね3だとさ当たったりするんだよね、しますね、うん、あら飛んだ、よし、やっぱあれですかね、海外ではマーベルってあのここで言う戦隊もの的なものなんですか、ね、あ仮面ライダーとか、あそういう系になるのかな、うん、でもなんかよく言われるのがなんかアメリカでマーベル好きとか言ってたらオタク扱いされるよとかなんか聞くんですけど、えそうなんだ、なんかはい、でもこっちではないよね、ないですね、戦隊もの好きだからあのそんなオタクとか、でもあれもともと漫画だからじゃない、ああ、うん、ほら戦隊ものはね漫画じゃないじゃん始まりがさ、はい、これ上は大丈夫か、たまに上にいるんだよな、あいるね、でもあっちは上にあいますね、これすもしんなが欲しいな、よいしょ、あいないか、ちょっと 目立つ T シャツ着ちゃったな、ね、俺真っ黄色ですね真っ黄色だね、ここホルがいた気がする、あうん、いた気がする、いますよね、うん、あ上にいる、あさすが、あいた、でこっちに設計図なかったっけ、ないな、ホルの扱い雑ですよね、あの置いてる場所がそうだ、なんでそんなとこにいるんだよ、ね、走って逃げられる場所にあるっていう、違う、okay、ああここか、ここ確か1、2、3人ぐらいいたような気がする、
上に2人、下に1人。あ、いた。あ、捕虜もいるね、ここ。もう、青空くんは撃たせる隙を与えてくれない。あ、じゃあどうぞどうぞ。いやいやいや。大丈夫よ。あれ、やばいやばいやばい。見つかった？危ない。危なかった。おお。あ、下にもいる捕虜。俺もうね、フルトン回収なくなっちゃった。あ、マジっすか？フルトンから。上でなんかやってるね。下にね、一人いるからね、捕虜。了解です。あ、お菓子できた。あ、ん？ん？あ、ん？ドリ。すごいいっぱい出るね。ドリ。音だけは聞こえる。ドリ、ドリトンズ。あ、ドリトス？ドリトス。あれ美味しいね。あの、なんかつけて食うやつか。そうそう、三角の。ああ。いや、どうな、あれ美味しいんですか？俺なんか すっげえ昔、まあ、多分ちっちゃい頃に食ったからだと思うんですけど、すごい美味しくないっていうイメージがある。多分普通に幼稚園の時食っても、それ以来は食ってないですよね。めっちゃ美味しいと思うけど、あれ食感とか味とか。味もそんなにしつこくないから、もともとなんかつけて食べるやつだから。おー、え、あれは何なんですか？トマトソースですか？トマトソースだったり、あとチーズとか、チーズのなんかクリームみたいな。ほう。うん。あとなんだっけな。あ、フルートない。え、持ってない。持ってないですね。あら。じゃあ行くか。もったいないけど。もったいないけど。うん。しょうがない。もう多分ここで終わりなんだよね。あ、そうなんですか。うん。早い。先進んで。あれ？何このスペース。なんかあった？いや、あれどこにいます？え、俺もう待ってるよ。あの、え？終わるとこで。どこにあるんですか、終わるとこ。2階にね、あの扉があって、そこを抜ければね、いけるよ。あ、ほんとだ。うわ、くそ。そう、あー、俺いればね、ここで。あー、そうですね。回ってこれる。うん、なんかこっちの階段の裏にもなんかあった気がする。あ、レーションがね。レーションがあるよ。取った、取りました。うん、取った。あ、これアイテムも共有できるんだよね、確か。そうですね、一緒なんじゃないですか。うん、もうこれそろそろボス戦とか来るかな。ああ、来るんですかね。まだかな。なんか そろそろな気もしなくもないけど。しなくもないですよね。うん。ちなみに青空くんは、あ、戦車だ、ここ。あ、はい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 。戦車か。あの人がやってた。あの人？あの、あ、監督さんですね。あー、はいはいはい。あ、俺もね、さっきまでね、そのマイクラやりながらね、監督さんのね、はい、動画を見てて、あの、絶対絶命都市3をね、見てました。ほうほうほう。懐かしい。懐かしいよね。あれ確か PSP だっけ？そうですね、俺 PSP のやって。あ、プレスやったんだ。はい、プレステ3も確かあるんですけど、さすがにそっちでは買わないかなと思って。ああ、そうだよね。え、ああえ、あ、ちょっと引っかかったの。ちょっと、あ、なるほど。麻酔のあれがないんで、煙玉あないの。あ、煙なっちゃう。うわっ。あ、やべえ、起こされた。ゴホゴホ言ってる。やべえ、まだある。外した。よし。あれ？あ、よし。どうしよう。行け。よし。もったいないな、いっぱいいるのに。フルトン回収ができない。フルトン、フルトン、あ、増えないっすっけ、20個に1人。え、どうしました。俺、あの、あれ、あ、ちょっと待って、あれ、どうやるんだっけ。おお、なんだ。これでフルトンはできないっけ。
あ、終わっちゃった。終わった。ムービーかな。あ、トラックか。トラックのナンバーのあれか。戦車じゃないっすっけ、ここ。戦車じゃないか。戦車が出てくるんだっけ。だった気がしますけどね。まあでもここあったよね、確か。戦車で戦うの。ありましたね。ああ、いる。いるね。あれ違うな。やっぱトラックだ。あの、ナンバー覚えるやつじゃない。え、そんなんあるんですか。え、あるじゃん。ほら、核が入ってるトラックを探す。6477。今、ヤフーの画面で。うん。ググっとるか。あ、でも戦うね、やっぱね、戦車。6479。よし、撃っときました。うわぁ。おぉ。あー、うわ、いい感じに。すごいね、これ。うまいこと。うまいこと。はまったな、すごい。でもね、2人でいけんじゃないのあれ。2人まあ確かに、あれ使えば。あれ使えば。なんかすね、顔違う気がするんですけど。うん、ちょっと違うね。目がいってる。目がいってる。あ、To be continued ね。ああ、次でみたいな。うん。